はい、おじです。ブーブー、ね、はい、今回はこれ、ブーブー。追跡番組なんか、おいしいねよ。もうさ、これ、誕生して、どれぐらい経ってる？ブーブー。うん？誕生して1週間？ 2 週間？どれぐらい経ってんの？ね、ほんとね、坂上二郎のモノマネするね、中国人のサポートの人ね、うん、リンちゃん勘弁してくれよ。できます、できます。はい、そんなわけで今回はね、これだね、昨日先に、パスした方ね、2つ連続でやって、1つは電話番号がちゃんと割り当てられていた、でもう1個は割り当てられないで、同じ、発送のね、連絡が来てたんで、でアプリ上で1個は番号がないから昨日問い合わせたね、結果はどうしてそうなのかは分からなかった、ね、で、時間が経てば表示されるって言ったけど、今現在番号は表示されない、だからやめたんだね、そっちはね。もう一個の方はどうだろうね、もう一個やり直しした方も確か表示されないと思ったけどね。それで、メールは来るんだよね。メール。昨日来たメールなんだけど、これ、ね、配送状況の確認方法、ヤマトのホームページより最新の配送状況をご確認ください。ご丁寧にリンクが貼ってあります。検索に必要な追跡番号は以下の通りです。わかる？以下の通りです。で、何？ SIM カードの発送状況により、配送番号が空欄になる場合、恐れ入りますが、空欄の場合はしばらくお時間を上げて、開けております。空欄の場合って、空欄以外のものを受け取った人いる？いますか？で、メールを、再発送するならまだしもね、再送信か、するならまだしも、だって送信しないんでしょ？ねえ、あんたパスしたから、はい、受け付けだよ、発送するよ、で、これで終わりでしょ？終了でしょ？これ、ふざけてると思わない？これ、空欄じゃなくて、ちゃんと番号が来たよっていう人いたら、教えてくれる？とにかくね、できます、できますとね、りんちゃん、これは、どうしてこうなるんだい？ね、で、今動画作ろうかなと思って巡回したら、またたった今ね、でたった今来たにもかかわらず、これ2時になってんだよ、これ午前2時、なんで2時のがさ今来るの？10時間遅れなの？これどこの国からやってんの？これ、このメールの、あれは、プラス10時間？マイナス10時間？プラス10時間か。うん？マイナス10時間？どこの国からやってんの？これ、いや、今、たった今来たんだよ。これ、転送する直前にスクショしたんだよ、これ。これ。27日だから今日なんだけど、2時なんだよ。だから10時間遅れって、どっから送信してんの？そう思わない。どこの、それで、また同じなんだよ。空欄。配送番号が空欄になる場合がございます。いや、空欄にならない場合を見たことがないんだけど、空欄になる場合しかないんだよ、これって。皆さん、
お手元に届いたメールにこれ追跡番号があるよあったよって人いたら教えてくれる？絶対ないんじゃないのこれ。これ本人確認が終了したらもうパパンって自動で送ってるでしょこれ。だからこれさ、あの配送番号が空欄にならない場合で、だってここがね、ここがね、だって例えば追跡番号とかあってそこが空欄ならわかるけど、ここ1行しかスペースがないじゃん。そうでしょ？これどう考えたってこれ嘘だろう。配送番号が空欄になる場合がございますではなくて、空欄しか存在してないだろうこれ。どう考えたってこの1行しかないとおかしいだろうこれ。どう考えたって。はい、そういうことだよね。追跡番号は教えねえよ、ね、こういうあのズボラな要はボット管理っていうのかな、ボン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 ってやるね。ほんとね、いい加減適当だから KDDI は大嫌いなんだよ。ほんとサポートだってさ、日本人使いよ。ほんとはい、そんだけどね、ボボね、親戚番号は教えない、ね、嘘のインチキメールしか存在しないのではないかというおじいの推測だね、うん、だってこれで昨日から3回目でしょ。1個はキャンセルしたわけだからね、これひどい話だよ本当。はい、そんなわけでおじいはやっぱり KDDI とはね相性が悪い、ね、大嫌いです、ね、はい、皆さんはどうです？みんな大好きでしょ、ね、ボボ大好きでしょおじいは大嫌いだよここね